様、戦いに行くんだね。私も行くよ。今度こそついていく。少しは姉様の力になれる。そのためにずっと修行してきたんだよ。ではダメ。多分もミコの務めの方が大事だから。私にとっては姉様の方が大事だよ。一緒に行く。姉様が何と言おうと一緒に行くからね。リムル、ちょっと座りなさい。ここに残りなさい。巫女として、いえ、姉としての命令です。え、行こう、ママ母。私たちのこと大好きで守ろうとしてくれるのは嬉しいよ。でもね、でも連れてって、ねえお願い。
界で二人っきりの血のつながった姉妹じゃないか。離れたくない、離れたくないよ。動かないで、カンル。連れてってくれるまでコンルは解けないから。大好きよ、リムル。だからよく聞いて。今度はお留守番じゃないわ。あなたには残ってやってもらいたいことがあるの。カムイコタンに及んでいる。それをリムルルの力で少しでも食い止めてほしいの。私が、私は魔の元凶を絶ってくる。その間リムルルはカムイコタンで魔に立ち向かって。それはあなたにしかできない役目、責任重大よ。私の帰る場所を守っていて。姉様、本当だね。絶対に帰ってきてくれるね。すぐに帰ってきてくれるんだね。すぐに終わらせて帰ってくるわ。行ってらっしゃい、姉様。カムイコタンは私に任せといて。だからすぐに帰ってきてね。それじゃあ行ってくるわね。
がとう、ナコルルは。ナコルルが戦いの旅に出るって本当なのか？おい、ミカト、ちゃんと話せ。なんだかわからねえよ。ナコルルが旅立つって本当？ああ。おい、ミカト、ナコルルを止めるぞ。手伝え。ああ、なんだって？わかった、任せろ。嫌がるようなマナリじゃないよな。うん、行って早く。急いで、ヤンダム。
け取れないわ。なんでだよ。私はミコだもん。またか。またそれかよ。お前はいつもそれだ。前にも言ったはずだ。俺にとってお前はミコじゃない。普通の女の子だって。そう言ってくれた時は嬉しかった。とっても嬉しかった。だったら。でもそんなのはいない。カムイがほんの少しだけ見せてくれた幸せな幻。違う。違わないわ。あなたの告白を受け入れるわけにはいかないの。私は今からみんなを守らなくてはいけない。分かって、お願い。分かるかよ。そんなもん分かるかよ。一緒に走り回った思い出や、雪の森で風邪ひいた思い出や、湖で泳いだり魚釣りしたり、雪うさぎを作ったりしたこと、喧嘩したり泣いたり仲直りしたり歌ったり踊ったりしたこと、一緒にいた俺とお前の全部、お前を好きになった俺の全て、それをお前は捨てろってのか。捨てられるわけないじゃないか。ヤンタム、ミコだからってお前一人で行くことない。俺が守ってやる。そのために俺がいる。だから、背負わなくちゃいけないんだ。行くな。行くなよ。私があなたを好きとは限らない。それを忘れてるでしょ。残るだ。ごめんね。私あなたのこと別に好きじゃないの。私を引き止めることなんてできない。そうか、止められないか。無事に帰ってこいよ。